皆さんお疲れ様です。パーソナリティのはるかです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回のテーマは、本当に尊敬すべき民族だわ。日本人の民度が一目でわかる写真に、台湾の人々から大反響を呼んだわけとは、でございます。台湾の人々が感銘を受けた話題を探してきましたので、その話題に関連する内容につきましてお届けいたします。まずは台湾で行われた統一地方選挙で、与党民進党が大敗し、蔡英文総統が党主席の辞任を表明しました。次期総統選挙への影響が指摘されています。蔡英文総統、党の結束と努力に感謝しますが、与党の主席としてすべての責任を負わなければなりません。直ちに民進党の主席を辞任します。蔡英文総統は11月26日夜、統一地方選挙の敗北を認め、民進党の主席を辞任すると表明しました。総統の任期は全うするということです。今回の選挙は次期総統選挙の前哨戦とも言われ、中国との融和を掲げる野党、国民党の大勝が総統選に影響を与える可能性があります。与党の大敗について中国政府は、平和と安定と良い生活を求める主流の民意を反映したと評価しています。さて今回は、台湾や香港で大きな話題になっていた以前の一枚の写真からです。2015年11月16日午前8時ごろ、JR 神戸線の神戸元町間の上り線の架線が切れたことにより、駅と駅の間計4箇所で新快速が立ち往生し、合計約5000人の乗客たちが駅員の誘導で最寄り駅まで歩いて避難する事態となりました。写真は乗客の方々が避難する際の模様を収めたものなのですが、海外紙は一列に並び秩序正しく歩みを進める乗客の姿に注目しています。実際に写真を見た台湾の読者からも、乗客の礼儀正しさに対して、そして90度腰を曲げて謝罪をする駅員の方の態度に対して、数多くの驚きや称賛の声が寄せられていました。その反応の一部をご紹介いたしますので、ご覧ください。海外の反応。台湾人も日本人の姿に学ばないといけないね。日本人は学ぶに値する民族だよ。本当に理性的だもん。さすが、世界中の国から敬意を抱かれる国だけあるな。90度に腰を曲げてる人は謝罪をしているわけでしょ？日本人は本当にすごい人たちだね。日本人の民度の高さは恐ろしいほどだね。これこそ本物の大国の姿だと思うんだ。日本の教育の質や生活の質はこっちとは段違い。日本人を心の底から尊敬するよ。
本が好きな人も嫌いな人も、この一枚の写真に日本の底力を見出すだろうね。乗客のそばにはお辞儀をして謝罪をする駅員の姿も見える。あの写真を見て、いわゆる先進国がどういうものかを理解した。俺たちとの差はあまりにも大きい。乗客たちの秩序も尊敬に値するし、横で謝罪している駅員もまた尊敬に値する。日本のこういう秩序は本当に羨ましいな。乗客にお辞儀をして謝ってる職員の態度が好きだ。秩序の国、日本。それがありありと伝わる一枚だよね。日本人の意識や態度を台湾人も学びたいところ。本当に尊敬すべき民族だよな。台湾人が学ばなきゃいけないのはこういう国民の民道なんだよ。こっちで同じことが起きたら押す人とかわめく人が出てくるはず。90度のお辞儀をする駅員なんて絶対いるわけないし。お辞儀をして謝罪をする駅員さんの姿を見てくれ。乗客も秩序正しく先を争うようなこともしてない。これはとてつもないことだぞ。本当に感動した。日本の学校では他人に敬意を持つことを教えるけど、それがちゃんと成功してるってことなんだろうね。民度、この一言に尽きると思う。これが日本国民の水準か。すごすぎて大きなため息が出ちゃったよ。これが日本なんだ。これが日本人なんだ。日本人の秩序意識は見事だな。日本が強大国なのにもちゃんと理由があるってことだ。基本的な自立心が僕らとは比べ物にならない。日本人の民度の高さは国家の遺産と言えるものだと思う。率直に羨ましいと思ったし、絵も言われぬ感動も覚えた。単純に秩序意識の差だね。俺たちは日本より多分800年は遅れてると思う。整然としていて列を乱す人間が一人もいない。なんてすごい国なんだ。緊急時にあっても冷静。これが日本人の姿だ。日本人のとてつもない民度の高さが一目瞭然だな。日本は戦争に負けたのにもかかわらず、あっという間に大国として復活した。理由もなくそんなことができるはずがないんだよ。スポーツも日本は強いしね。プレミア12でも頑張ってくれ。こういうのは民族性だからね。真似してできるものじゃない。去年日本に行った時のことを思い出した。ラッシュアワーでも日本人は列を作って電車を降りる人を優先させてたんだ。携帯電話もバイブにしないといけなかったし、車内で会話をしている人たちも全員小声だった。みんなも日本に行った時は合に行っては合に従えだぞ。秩序を守ろうとする日本人の姿勢は見習いたい。 JR 職員が腰を90度に曲げて謝罪をする姿も素晴らしい。ああいった日本の企業の社会に対する責任感の強さが台湾社会に根付くまであとどれくらいかかるんだろうか。日本人を愛せないはずがない。国民一人一人の民度の高さが尋常じゃないもん。台湾だって
かなり良い国だと思ってるけど、改めなくちゃいけない点もやっぱりあるからね。日本人の高い民度は一朝一夕で生み出されたものじゃない。他人の素晴らしい点を学んで自分の成長につなげていきたいね。日本、この一言で全てが説明できる。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。